スベティステファンは、モンテネグロのリゾート地。ブドバ基礎自治体に属する。ブドバから約5キロメートル離れている。かつては、潮の満ち引きで地続きとなる島であったが、現在は、狭い地境で本土と結ばれている。スベティステファンは、15世紀に漁村として、人が住み始めた。1950年代に、村の最後の住民が立ちのいて、スベティステファンは、 村全体が豪奢なホテルに生まれ変わった。モンテネグロ沿岸部で最も高級なリゾートである。スベティステファンはセレブレティに人気があり、ビリー・ブラント、ボビー・フィッシャー、ソフィア・ローレント・カルロ・ポンティ、モニカ・ビッテイ、カーク・ダグラス、クラウディア・シファーといった人々がやってきた。通り、壁、屋根、ファサードといった建物を構成する部分は原型を、そのまま維持し続けており、 建物の内装はモダンな高級ホテルのものに改装されている。30年の間、スベティステファンを退借して運営しているのはアマンリゾーツである。ありがとうございます。